わかったわ。それじゃ。ほら、ハル。あら、エドワードさん、どうし。またアルが猫拾ってきちゃってさ。おお、かわ。本当ね。そうでしょ。ハル。なんだったら。私が本当に安請け合いしない方がいい。あら失礼。実はいや無理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 。こりゃ猫宿舎とかせっかく大総統が願いを叶えてくれるって言ってる。あと捨て猫禁止令もハエサとの勝負もうやむやになってた。たまろ兄さん。よう、エド、アル。チューサー、大丈夫か？普段デスクワークしかやってないんだから。そういえば、ヒューズさんが戦ってるとこ見た。我が輩がいることも忘れてもらっては困る。できれば少佐とはやりたく。おっと、侮るなよ。今回の俺はちょっと違うぞ。なんかやる。俺の愛、止められるもんなら止めてみろ。豆の錬金術師だ。怪我すんなよ。我が剣に砕けぬものなし。レディーファイけど、今回は俺たちの勝ち。やったね。チクショ。終わりました。ラス僕あらクラトリー、あれは食べ物を入れとくもの。僕は弁当箱じゃ。あらごめんなさい。でも入ってるわよ。なんで。ごめんアル、後で食べようと思って。兄さんよくも弟弁当呼ばわりしやがったな。行くぞ。怪我すんなよ。おいしそう。レディーファイ。久しぶり。アル、なんでこんな奴と親しげに話し。そうだ、
我らは敵同士、何も語ることはない。フリーダさんも大会出るんだ。ああ、優勝も願いも俺がもらっちまおうと思ってね。僕も負けないよ。おお、ゆうゆう油断してるとは。喋らないと出番ではない。優勝は俺がもらう。この世の全ては俺のもんだ。レディーファイト。今日こそは完全に決着をつ…ん？声は聞こえど姿は見えない。新しい技を身につけたな。弱点を攻められたらいかに無能か思い知らせてやるぜ。的が小さいと当てづらいからな。せいぜい気をつけよう。兄さん、ギタギタにし…子供の喧嘩ね。さっさと来いよ。行きます。レディーファイト。大したことないな。やったね。なかなかやるわね。終わりました。アル、あれに勝てると思うか。卑怯だよね。あれとやるのか。わかってらっしゃい。帰るんだ弟よ。怪我すんなよ。
ろそろ始めようか。レディーファイの違いってやつだ。まだまだだね。あとね、ミスだ。正直、もうやりたく大したもんだね。悔しい。終わりました。願いを叶えたくば見事この私を打ち倒してみせよ。優勝は俺がもらう。私に勝てるかね。レディーファイ。
すんなよ。レディーファイけど、今回は俺たちの勝ちだな。やったね。見事だ。いやー、これで安心して旅をつ。よかった。軍でも猫飼えなかった猫好きたちがいるんで、交代で世話することになり。私たちも面倒見るから、安心してください。うん。ありがとう。いやー、よかった、よかった。大会では不覚を取ったが、今度はそう。猫。にゃっこ。次回もお楽しみに。